荒木さんかんかありますかあのこの特にア木クさんの場合、お仕事だとあのもう個別性がすごい高いと思うんですけども、もその時にこの選手にはこういうふう,う風に話聞きながらやっていったらいいか、でもこれどうかみたいな時に試せるもんなんですかそれともため、<laughs> ちょっとそれは試せないですよね。よね本人が やりたいとか、こうしたいんですけどとか、うん、こういうふうな時にこうイメージトレーニングしたいんですかとかっていうようなことが言われたら、うん、じゃあ試してみたら、うん、で、うまくいきましたい、いきませんでした、じゃあどこが悪いのっていう話は聞きます。で、うん、悪いところが気づいたら自分で、じゃあそれ修正して今度試してみたらっていうことで、うん、んと、練習試合とかそういう時には、うん、あのー、結構そう、 えっと聞きますよね、うん、であのダメとは絶対言わないからやってみたらっていう、うん、でその中で自分で視察選択していろんな方法っていうかそのアップの仕方のところから、うんえっと、心の持ち方気持ちの持ち方をどうしたらいいかっていうのは自分でやっていくっていう感じですよね、うん、だからそんなにえっと具体的にこちらから指示するってことはまずないですよね、うんうん あの練習時の時もね、そうやっていろいろお話聞かれるとおっしゃってましたけどもあの、メンタル的なアプローチを変えるってことに、どれぐらい選手の意識ってってるもんですか、やっぱりその試合に没頭しすぎちゃって、そういうこともあると思うんですけど、うん、それは本人の中の問題だから、うん、あまり外には出てきませんよね。うん、うん だから本人がそれでどれだけ満足するかですよね。うん、で、だめだと思ったら次にまたや,やり直せればいいんで、練習試合の時はね、やり直せばいいんであって、えっと、本番の時にはね、それは勝つか負けるかだから、負けたらしょうがない、そこで終わっちゃうっていう感じだよね。うんうん、あんまりメンタル的なことは試合前なんかに、うん、言わないですよね。 うん、練習試合の時も練習試合の時も本人が言う,、うん、言う以外はあまり言わない。練習から練習試合になった時にそういったいろんなものメンタル的なトレーニングだったりとか意識すべきことだったりとかに変えなきゃって思う選手ってのはいませんか変えた方がいいなと思うことはあるけど、うん、<laughs> こちらからは本人が気づくまでは言わないし、うんうん、どうしてもっていうことがあったら、うんはい あのこうじゃないっていうふうなことは言うかもしれないけど、うん、僕は言ったことない、うん、そうですかいやね例えばねさっきのジュリーさんの間で言っても、あのバッターに集中、打ち取ることだけだから、打たせる方にいったりだってとか、うんね、でそれも本番に向けてでいくんだけど、本番をもう一回打たせあの打ち取りに勝ちに行くだってとか、いろ、うんなね、うんあの、すごい。 例えば意識の集中の仕方なんかもすごい広がったり、狭まっピンポイントなってるとかっていうのを感じるんですけども、そういったのを変化をつけられるようにみたいなのもあったりするんですかねあ。そういうね、どこを集中してみ見るかとかは、今どこに集中してるかとかっていうことは、うん、自分でこう切り替えていくから、切り替えるトレーニングはあの原理みたいなのはあるから、それはあの聞かれたら教えますね。うんうん そこに行く選手っていますかあのなかなかそこに気づけない選手。自分、結構バドミントン、自分にいっぱいいっぱいになっちゃってる選手っ多くて、うん、そこでもうちょっと広げてほしがったりするんですけども。そうかな、まあ、あと自分にその人その人の技術レベルと考え方によって変えてこないと、うん、なかなか、うん。 いい一概にこうだからって、誰でも同じことは言えないですよね。うん、ケースはイケースだから。うんうん、あの、なんてセオリーがないよね。うんうん